まりました GCU 木曽散歩のお時間でございます、今回も素敵なお客様お招きしております。ご紹介いたしましょう、株式会社バーンスター代表取締役でいらっしゃいます中澤直樹さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあということで、今日はですねちょっとご自宅兼オフィスということで、はい、別の場所でちょっと撮影をさせていただいてるんですが、はい、まずはですね中澤さん、バーンスターの事業内容というのをちょっとご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、弊社の方では、主に携帯電話基地局、はい、某大手キャリアさんの方の、はい、アンテナの設置、はい、ケーブル敷設、はい、装置の取り付け等を行っております。はい、これがメインの事業 で実は幅広くいろいろやってらっしゃいますよね。いえいえ、全然やってないです。はい、でこれもね、幅広くの幅がですねもうそれぞれが全く関係ない仕事ですもんね。そうですね。はい、でそれぞれがめちゃめちゃ魅力的で、これはすいません後半ということで次回に撮っておきます。今回はですね中澤さんのお人柄にスポットを当てていろいろとお話を伺っていけたらと思うんですけれども、はい、まずご生年月日は1975年8月6日ということは、私は6つ下だ、45現在。そうですね、46。あ、6になったか、はい、そうですね。はい、ということで、大丸どちらですか。は東京の江東区です。オフィスも江東区ですもんね。そうですね。じゃ今も昔もずっと江東区で、もう生まれた時から育ってっていう感じなんですね。振り返ってみて、幼少期、はい、例えば小学生時代とかどんなお子さんでした。クラスの中では明るい、うん、いい、面白いキャラみたいな感じではありましたね。いいですか、これ証拠として残りますから。なんか無茶振り飲み会でされたりとかしませんか。大丈夫だと思います。本当ですか。はい、例えばその小学校時分、まあ、僕なんかも比較的そんなことを言われたタイプなんですけど、実はどんなことやってました。お楽しみ会とかですかね。ああいうので自分の時はやっぱドリフターズとか、 あとはひょうきん族とか、ああいう時代だったので、お楽しみ会の出し物としてドリフターズの真似をしたりとか。すごい、ルーツ一緒じゃないですか私と。あ、そうですか。おいや、僕ら世代ってやっぱドリフひょうきん世代ですもんね。そうですね。ドリフターズだと誰役を。やっぱり志村けんさんですかね。みんな志村けんさんやりたがりますもんね。そうですね。10人いたら8人志村けんさんで2人加藤茶さんです、ね、そうですね。うん、ブーさんはいなかったんですか。ブーさんはそうですね、あまりいなかったですね。今の体型的にはブーさんが一番近いです。一番近いですね。すごい、なんかちょっと親しみ湧きますね。そんななんかお楽しみ会でいろいろね、みんなに笑ってもらうことが楽しみだったりとか。で中学とかに入るとだんだん運動をやるような生活になったりとか。そうですね、もう部活はいろいろやってましたね。部活はどういったスポーツやられたんですか。部活は一番最初はやっぱサッカー部、ちょっと当時にやっぱ人気がある部活だったので。そういう時ってそのサッカーってどういうところが人気のポイントになってたんですか。どうですかね、自分小学校の時は少年野球やってたんですけど、はい、まあ、中学校入ると自分の憧れる先輩とかがやっぱりサッカー部とか、はい、そういったところに多かったので、うん、やっぱりやってる姿を見て、あ、一緒にやりたいと思って、まあ、入部はさせていただいたんですけど、だんだんこの中学ぐらいになってくるとやっぱり異性の目も意識しだすじゃないですか。そうですね、モテたいみたいな、はい、そんな気持ちもありますね。ありますよね。好きな女性のタイプは。そうですね、まあ、猫っぽいですね。ちょっと待ってください、猫っぽいってどんな感じですか。追うと逃げるみたいな。追うと逃げる、紐解こうとしてむしろ難しくなってましたね。そうですね、追うと逃げるタイプの、もうだから見た目じゃないですね、精神論猫みたいな女性好き。そうですね。なるほど、まあ、ご結婚されてますからね。はい、もう置いたなしで。もう全然ない。証拠で残りますもんね。ああ、なるほど。まあちょっと話戻りましょう。野球を小学校時代やってて、で中学になるとサッカー、はい、じゃあサッカー、中学高校とかってこうだんだんこうスポーツって同じスポーツ続ける人多いですけど。いや、中学生の間で3つとか変えちゃってた。中学生の時代だけで3つも変えました、はい、サッカーの次何やったんですか。サッカーの次はバスケット。バスケット、はい、と、まあ、途中でまたバレーボール行って。バレーボール、めちゃくちゃですね。そうですね。なんでまたそんなコロコロ変わっちゃうんですか。サッカー部の時は、まあ、先輩からの厳しい喝、
あ、ちょうどだから今と違って部活が厳しかった時代ですから。そうですね、先輩のあたりもいろいろあって、はい、例えばどんなことをやられました？校庭の端から端までボールを蹴られ、ダッシュで取ってきて。あ、一番は校庭でやってるので、はい、他校の生徒が来て、うん、で入ってこられて自分がどうこうされちゃうとかそういうことがあるので言葉探してあげく最後どうこう、と連れて行かれるってことですか？まあそうですよね。怖っ、まあ、そういうのがあったので、まあ、サッカー部校庭でいるのは危険だなと思い。校庭ってそんな危険な場所でしたっけ？まあ普通の学生さんにとっては楽しい場所だと思うんですけど、当時の校庭は危険だったんですよ。うん、そういうことだと思います。でまあそれがちょっとこう、まあサッカー時代ですか、うん、ちょっと嫌でスポーツ変えて、それで、まあ、体育館、はいはい、屋内のことそういう理由だ。室内のスポーツだったら、そうですね、校庭は危険だから、体育館は安全です。なるほどね、そういうことですね。そうですね、見られるっていうことはあまりないので。はい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 。どうですか、体育館は安全な環境ありました？まあ、ちょっとあの下のあの空気の入れ替えのところからちらほら目線っていうか、そんなとこから見られたりするんですか？あいつどこ行ったみたいな感じで。これね、ちょっと解決しなきゃいけない問題があるんですけど、あいつどこ行ったんだって言われるってことは、あいつって言われる何かのきっかけがあったわけですよね。多分自分が生意気だったんですかね。あら、結局自分のせいですか。はい、なんかその当時、あ、これは良くなかったなとか生意気だった話って何かあります？そうですね、怒ってたカラーバットがあったので、はい、そちらを持って、はい、まあ、タコの生徒が遊びに来ているところを、はい、音を出しながら遊びに行ってみると。なんでしょうね、カラーバットだからちょっと可愛さ残ってるっていう。そうですね、子供が野球で使う時のあのプラスチックのバットってことですね。そうですね、あのオレンジとか黄色とか、なんかもうコンコンコンって言いながらオラー言うて。そうですね、はあ、で相手も生意気だなっつって。そうです、まあ、まあ中学時分とかだったらやりそうなもんですけどね。なるほど。いや、まあそんなこんなで、まあ部活やりながらもやっぱりほらちょっとやっぱり自己承認欲求みたいなのも芽生え出す年ですから、ちょっとこう相手の学校にそういうことやってちょっかいかけたりとか、目つけられて安全だと思う体育館に逃げてとかっていう、まあまあまあある話ですよ、この世代だとね。で、あとはですね、その社会に出られるきっかけなんですけども、はい、お仕事に就くのはどのタイミングからですか？は高校卒業して、はい、すぐあの父がやっていた、うん、通信業界の方。なるほど。じゃあ今のバーンスターさんというのは、はい、そのお父様がやられた家業を継ぐ形で今続けてらっしゃるということなんですね。はい、うん、ということで、まあその携帯電話のいわゆる基地局のお仕事をそのまま引き継がれたのが、まあ、2009年そうですということですね。で、現在は、まあ、社長さんとして、まあ、その家業を、現在も精力的にやられてるということなんですけども、ちょっとプライベートの話に移っていきたいと思うんですけど、はい、趣味とかって何かあったりされますか？若い頃は、まあ、サーフの方を少しやらせていただいて、はい、で結婚して一番上の子が生まれる時に名前を考えようと思って、はい、生まれてから家内のいる病院でちょっと名前考えてくるわって言って、うん、サーフィンには行きました。嘘、それ絶対怒られるやつじゃないですか。いや、海の上で気持ちを落ち着かせてちょっと考えたいっていう。いや、海の上でもっとテンション上がっちゃうでしょ。そうですね、そうでしたでしょ、全然名前はちゃんとできたんですか？それでできました。できましたか？でも全然海は関係なかったです。関係ないんかい、ほんでサーフィン効果ゼロじゃないですか。そうですね、いまだに家内にはその時のことは言われます。これはね、本当に結婚後あるあるですよね。そうですね、つまり昔の至らない部分を責め続けられるっていうことですよね。どうですか、今ご結婚されててお嬢さん3人いらっしゃる。そうですね、プライベートの方も充実されてると思うんですけど。いやー、やっぱり肩身が狭い。そうか、要は奥様とお嬢さん3人だから男一人なわけですよね。そうですね。普段どんな感じですか？まあ、何かあれば自分がみんなから責められる。うわー、そうなんですね。でもね、それね、中澤さん女性が多いからそうおっしゃってるでしょ。はい、うちね男の子4人なんですよ。あ、そうなんですか。なので男がメインなんですけど、はい、
いつも僕全員に責め立てられてるんで、だからもう性別の配分は関係ないと思います。父親だからですね。父親だから責められるんです。はい、くそー、死んでから後悔させてやるんだ、ね、本当に。まあということで、じゃあお休みの日っつっても、まあご家族でね、買い物行かれたりとかっていうのが、ね、まあその楽しみだっていうお話ですけども、はい、じゃあ特にどっかに遊びに行ったりとかもないわけですか。やっぱコロナ前はディズニーランド行きたいとか、うん、あ、ご家族で、そうですね、あ、いいですね、いうので、うん、まあ行ったりはしてましたね。じゃああれですね、もう家で仕事終わって帰ってきたら、家族に責め続けられながら翌日を待つ日。そうですね、あんまり大きい声では言えないんですけど、いやもうすっかり撮ってます。あ、いや、なるほど。いや、まあでもね、こんなことを冗談で言えるっていうのはご家族が円満である証ですからね。うん、ということで、ご家族のそういったひとときというのが仕事の活力になっているのかなと思うんですけれども、さあ、中澤さん、人生の目標というのをいつも伺ってるんですけども、はい、どういった目標を掲げてらっしゃいますか。2009年から自分の代になって仕事をやり続けてるんですけど、やっぱりある程度、そうですね、55歳ぐらいまでには全て整って、うん、まあ、その時一番上の子が結婚して旦那がいれば、うん、その子たちに代を譲ってもいいかなぐらいの安定した会社を作りたいなと思ってます。いいですね。で、まあ、さ、お婿さんが、あ、この会社僕が守り続けますよなんて言ったら、もう本当に社長としてこれほどの幸せないですもんね。はい、ということで、次回はですね、そんなバーンスターの社長さんでらっしゃる中澤さんがお婿さんに誇りを持って受け継いでもらえるような事業をいっぱいやってらっしゃるんです。ここについていろいろと、皆様にご紹介していけたらと思っております。ということで、今回どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。